世の中ちょうど、平成じゃない昭和60年前、昭和50年60年戦没者の50回忌が来る頃は世の中もとてもバブリーでしたから、みんな今と違って仏壇を入れて法要をするっていう時代へ入りましたね。その時は本当に忙しかったです。でも今は先祖代々っていうことが今の民衆化された現代教育の中にはないから、先祖がどうとかっていう価値観よりもなんて言うんですか、立派な大きな家に代々住むってことも変わってきて、自分たちが自分たちのための住宅がどんどん増えて核家族化がどんどん進んできたら、今我々の業界は非常に仏壇が動きません。仏壇を買わなければっていうよりは、仏壇は私の誰だ何々家の先祖代々が入って、この仏壇には前のおじいちゃんがいて、そのおばあちゃんがいて、そういうものは今なくなったと思います。私の旦那様、私の誰々、NHK が盛んにお墓払いとかそういう放送とともに、お墓の前で泣かないでくださいっていう歌が流行ったじゃないですか。あの歌がすごい流行したことで、墓石屋さんは本当に売れなくなって売り上げがダウンしたって聞きました。あの時の風って不思議なもので、今我々の業界は戦没者に向けて、50回忌の戦没者に向けて、今まで手作りで一本の仏壇を作るのに1年も2年もかけて作ってたから、量産に間に合わなかった業界で、家内工業で宗派がたくさんあって、そしてサイズがあって大手メーカーが唯一参入できない業界だったんです。それが中国へ進出して、そして大量生産をすることで、仏壇は私の考えですけど家具になってしまいました。だから先祖を祀る尊いものではなくなってきました。だからそれによって、でも最近は本当に仏壇が売れんくなって、金仏壇は特にもう売れんくなって、今職人たちとの連絡ではどうなるんだ、こんなこと今までに経験したことのない状況になってきた。で、その代わりに家具調でおしゃれなコンパクトなものが動く。それは家具なんですよね。先祖を祀るとかそういう大々的なあれじゃなくて、私の旦那さんの写真がそこに入ってればいい。だから本当に私はこれから日本の宗教界も含めて、かといってさっきの話のように自殺する心の細い人がたくさんいる。だから人間が生きていくということにおいて大きなうねりが今来てるのかなと最近思います。